藤原恭太選手が今年のカーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップで見せた活躍は、多くの野球ファンの記憶に新しいです。今一番いいかなという状態と自己評価する彼のバッティングは、本当に好調でした。初めてのスタメン出場で彼は、しっかり準備してきたのでやってやるぞと意気込み、その結果、大きな貢献を果たしました。この活躍が、今後の日本プロ野球にどのような影響を与えるか、期待が高まっています。しかし、彼のプロフェッショナルな旅は予期せぬ困難に直面しています。その困難とは何か、そして彼はどのようにしてそれを乗り越えるのでしょうか。最高の形で締めくくった藤原恭太の2023年、2023年11月、藤原恭太選手は、侍ジャパンの一員として、今年のカーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップ2023のオーストラリア戦で大活躍を見せました。今シーズンで今一番いいかなという状態と本人が話している通り、彼のバッティングは確かに好調です。彼はこの大会の初スタメンで、しっかり準備してきたのでやってやるぞという気持ちで臨みましたと力強く述べ、3安打と2四球で2打点を記録し、勝利に大きく貢献しました。秋季の練習中から状態が上がり、10月には西武戦で新しいバットに変更したことが奏功し、安打が増え、非常に良いと感じるまでになりました。特に注目すべきは、クライマックスシリーズのオリックス戦で見せた活躍で、2本の敵地打を放ち、重要な場面での強さを見せつけました。また、侍ジャパンでの連続安打や、多くの打席で出塁するなど、彼のバッティングは多くの野球ファンにとって見逃せないものであり、彼の進化が今後の日本プロ野球にどのような影響を与えるかが注目されています。その年の12月には、川崎市内で開かれた野球教室に参加しました。この教室には、小学4年生から中学3年生までの約60人の子どもたちが集まり、藤原選手と広島カープの小園海斗選手が共に指導に当たりました。両選手は1時間以上にわたって打撃の指導を行い、その後は子どもたちの前でロングティーを披露しました。藤原選手は、指導が初めてで難しかったと苦笑いしながらも、もう少し勉強してきますと語りました。また、8日にはロッテが西武から外野手の愛斗選手を獲得。藤原選手は、愛斗さんが来る前から外野はあふれ返っていた。なかなかレギュラーは難しいが勝ち取らないといけないと思っている。負けられないので来シーズン143試合全部出る気持ちでやっていけたらと話しており、来シーズンへの闘志を燃やしています。レギュラーは難しいが負けていられないとの心境を明かし、チームメイトとの激しいスタメン争いが予想されました。2024年を期待させた藤原恭太の驚愕のプレー。そして、2024年3月9日、順風満帆の藤原恭太外野手が、またもや驚きのプレーを見せつけました。彼はゾゾマリンで開催されたソフトバンクとのオープン戦において、右翼守備中の衝撃的な一幕がありました。5回の攻防で、三森が打ち上げたライナーを藤原が見事に捕球。体勢を崩しながらも、尻餅をついたまま一塁へ向けて強烈な返球を放ちました。この返球はセーフとなりましたが、観客からは大きなどよめきが起こり、あの体勢からすごいとの声も上がりました。2018年のドラフトで3球団が名乗りを上げた藤原は、大阪桐蔭高校出身の逸材で、昨年は自己最多の103試合に出場し、打率2割3分8厘、3本塁打を記録。秋には野球日本代表、侍ジャパンにも選ばれた。プロ入り6年目の今シーズン、彼の一層の活躍が期待されていたのです。そう、ここまでは。そして、ソフトバンク戦の悪夢が、ロッテの藤原恭太選手が右膝蓋骨骨折と診断されたことが12日、公表されました。吉井監督は、骨のひっつき具合で変わると思うが、2.5 から3ヶ月はかかるんじゃないかと思うと述べています。7番中堅で出場していた10日のソフトバンク戦で自打球が右膝を直撃。そのまま試合続行を選んだが、その後の検査で重傷が明らかになりました。開幕戦出場は絶望的で、シーズン序盤の活躍も危ぶまれています。
吉井監督は、一生懸命プレーしていたら事故もありますし、怪我人はしょうがない、いる人で頑張っていきますと力強く語っています。藤原恭太は今年の開幕を前にして大きな試練に直面したのです。3月10日のソフトバンク戦でのアクシデントで右膝蓋骨を骨折したことが球団から発表されました。自打球が直撃した瞬間、彼は泣きそうですと表現し、シーズンを終えたかのようなショックを隠せませんでした。そしてこの怪我が原因となり、開幕戦出場が絶望的となりました。3月10日 ZOZO マリンスタジアムでのオープン戦中に自打球を右膝に当てた藤原選手は途中交代を余儀なくされ、その後浦安市内の病院で診断された結果が発表されました。マジかよ、嘘だと言ってくれとのファンの声が SNS 上で上がっています。藤原選手は大阪桐蔭高校から2018年のドラフト1位でロッテに入団し、昨シーズンは103試合に出場、打率2割3分8厘3本塁打を記録していました。復帰に向け自分のためにも焦らずに直してほしいとの声が寄せられており、俺たちは待ってるからなと支持するファンも多いです。このニュースが SNS で共有されると多くのファンが即座に反応しました。コメントには、午後の仕事頑張れない、私の今シーズン終了した気分、マジか、かけちゃいけない人からかける、いい感じだったのに残念、泣きそうですなど彼の不運を悼む声が溢れていました。そして長期離脱することになりました。浦安市内の病院での診断後、吉井監督は骨がひっつくのに1ヶ月半くらいかかると聞いているので、膝なのであまり足は動かせないかな、筋力つけたり野球の動きをするの 2.5 から3ヶ月くらいかかると思っている、骨のひっつき具合で変わると思うと述べました。同様に藤岡雄大内野手も左足首の捻挫で開幕への出場が危ぶまれています。これに対し吉井監督は、故障はしょうがない、一生懸命プレーしていたら事故もありますし、きつい負荷のかかる競技なのでなるべく怪我はしないでほしいですけど、したらしたでいる人で頑張りますと力強く語っています。2018年のドラフト1位で大阪桐蔭からプロ入りし、3球団が競合した藤原選手はプロ6年目にしてレギュラーの座を確かなものにしようとしていました。しかしこの事故が彼のシーズンにどのような影響を及ぼすか、ファンとしては心配の種です。藤原恭太選手の2023年は多くの輝かしい瞬間とともに締めくくりましたが、2024年は不運な怪我での開幕となりました。侍ジャパンの一員として国際舞台での活躍、新しいバットへの変更による安打の増加、クライマックスシリーズでの重要な場面での敵地だと彼のバッティングは確実に進化しました。しかし2024年3月10日のソフトバンク戦での不慮の事故による右膝蓋骨骨折は彼にとってもファンにとっても大きな打撃となりました。吉井監督は復帰まで 2.5 から3ヶ月を見込んでおり、藤原選手は長期にわたるリハビリと戦うことになります。彼の活躍を心待ちにしているファンも多いでしょう。藤原選手の早期復活を期待したいものです。